こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はためになる健康情報の YouTube です。情報の内容ですけれども、京都新聞の記事にありました腎臓機能障害に要注意という内容をご紹介いたします。この記事の内容を書かれている先生なんですけれども、京都医療センター腎臓内科診療科長地域医療部長の瀬田先生の記事をご紹介いたします。今回小林製薬の紅麹といういろいろ事件ではないニュースが流れておりまして、5名の方が亡くなっておられます。そしてまだこの後もその健康被害についての調査とか対策っていうのは行われていく予定で、実際そのように今調査もまだ進められているんですけれども、小林製薬の紅麹を使ったサプリメントによる健康被害問題について、この先ほどご紹介した日本腎臓学会の調査で患者に腎臓機能障害の症状が確認されました。腎臓機能障害は初期は自覚症状がありません。見過ごされがちです。心筋梗塞や脳卒中につながる慢性腎臓病は増加傾向にあると言われています。なので、これからさらにまた気をつけていきたい大事な臓器のお話です。血液検査を受けておられる方、血液検査の項目に腎臓というところがいくつかあるんですけれども、そこの項目がいつも少し、基準値から高い、低いなどがあるな、でも先生は特に何も言われないなとか、そういう微妙なラインで気にされている方ってあると思うんですね。ためになると思います。そして年齢とともに腎機能っていうのは弱っていきますので、自分のご両親のこととか、おじいちゃんおばあちゃんのこと、将来自分の体のこと、そして小さい子どもでも腎機能障害っていうのがありますので、参考になると思います。京都新聞の記事を私のお話し言葉に変えてご説明していきます。かいつまんで必要な箇所だけ読んでいきます。腎臓はおしっこを作るだけでなく、さまざまな機能があると言われています。腎臓の主な仕事には、体の中の老廃物や毒素の排出に加えて、今から、5個あるのを申し上げます。1、血液中の水分を一定に保つ。2、血圧のコントロールをする。3、赤血球を作るホルモンを分泌する。これが機能低下になると貧血になります。4、ビタミン D を活性化して骨を丈夫にします。これができなくなると骨粗鬆症になります。5、血液中の電解質や pH、酸性度を一定に保ちます。血液っていうのはもともと弱酸性が健康なんですけれども、この弱酸性が酸性に傾いてしまう、アルカリに傾いてしまう、このような時に、病気っていうのが現れます。これが腎臓と関係があります。これが乱れることで不整脈や意識障害、痙攣などを引き起こすことがあります。分かりやすいイメージですと、熱中症とか熱性痙攣とか、そういう時に突然夏の水分が取れてない時に起こるような症状の一つです。腎臓は血液をろ過して老廃物を尿として排出して、そして膀胱に送ります。膀胱は袋になりますので。そして今回の健康被害なんですけれども、尿細管、おしっこの細い血管のこと、尿細管の異常で生じるファンコニン症候群っていう健康被害だったそうなんですけれども、これと、今回のファンコニン症候群と似たような症状が現れたということだそうです。尿細管でカリウム、リン、ナトリウムなどのミネラルが再吸収されず、先ほど言ったような筋力の低下、痙攣、引きつけなどをきたす低カリウム結晶などになります。血液のpHの調節もできなくなり、血液が酸性になってさまざまな病気を引き起こします。人の体っていうのは弱酸性、お肌でもそうですけど弱酸性、これが健康な状態なんですが、この pH というものがちょっとした誤作動に、体の病気の誤作動により酸性に傾く、お肌もアルカリに傾くとアトピーになったりニキビができたりします。酸性に傾く、アルカリに傾く、こういう微妙な調整って体の健康を保つことにとても大切になります。今回はサプリメントが問題になっていますが、腎臓の機能障害は薬剤、お薬で生じることも多いんです。特に痛み止め、解熱剤、解熱鎮痛剤です。これには腎臓障害というのが注意が必要です。例で言いますと、非ステロイド性抗炎症薬、ロキソプロフェンナトリウム製剤やアセチルサリチル酸製剤などがあります。炎症を抑えると同時に腎臓の血管を収縮、縮める作用があるために、そのため腎臓の働きが低下することがあります。薬剤性腎障害を引き起こす原因薬剤として知られています。薬局でお薬を買った時に箱の裏を読んでいただくと、腎臓の注意事項が書いてあるお薬があります。また現在第一類医薬品として薬剤師しか販売できないお薬も含まれています。症状としては尿の減少、自分で気づく症状の減少、おしっこは出にくいな、あとむくみ、足がむくみやすい、靴下の肩がつくな、食欲低下、なんでだろう、なんかあんまり食べたくないな、食欲落ちてるな、そしてだるい、なんとも言えない、なんか風邪ではないのに体がだるい、このような症状には注意が必要です。でも今申し上げた尿の減少、むくみ、食欲低下、だるさ、これも意外と軽いと気のせいかなとか、あと気づかない人多いです。おしっこの減少、むくみ、たまに時々あるなとかありますね。腎臓病患者にはリスクの小さいアセトアミノフェンというお薬が推奨されています。腎臓病の患者だけでなく、15歳以下のお子さんもそうです。子どもたちは臓器がまだ未発達なので、副作用の少ない解熱鎮痛剤を推奨されています。急性腎不全ということについて述べています。体の脱水でもこれは生じます。急性の場合なので。これから暑くなるとこういった状態が起きやすくなります。腎臓へ運ばれる血液が減ることで機能障害を引き起こすからです。腎臓は機能が一度低下してしまうと回復が難しいと言われています。毎年夏に熱中症で急性腎不全を起こして、腎機能が年々低下する場合もあります。なんとなく、去年おじいちゃん熱中症で体調悪くなった。そこからなんか半年経っているのに、なんかちょっと元気があんまりないなとか。また今年も夏に体調崩したなとか、そういうのってね、身近の方でも経験あるかもしれません。そのため早め、こまめの水分補給が欠かせません。水分補給って意外と取れないです。よくテレビの情報でも、喉が渇かなくても定期的にこまめに取りましょう。水分一度に取るのではなく、一口ずつでもいいから回数を多くね、飲みましょうと言われています。そして最後のまとめです。今回の問題で腎臓が気になっている人も多いと思いますが、まず近くのかかりつけ医に相談してほしいとアドバイス。これで終わっています。かかりつけ医がある方はもちろん先生に相談してください。そうすると普段毎年1年に1回定期的に検査を受けている結果を先生が知っておられますので、その流れから検査をしなくてもある程度の予測で大丈夫ですよ、思った症状見られる、心配な症状がなかったらまた次の機会の定期的な血液検査で診断しましょうとか、あとはもちろんじゃあ血を抜いてみればほとんどかなりのことが分かるので、そういった血液検査を受けましょうっていう話になると思います。実際今回の紅麹のことでテレビのニュースを見て、製造番号が違うけど私発売当初からずっと飲んでました、3年間飲んでましたっていう松宮局のお客さんおられまして、先日血液検査受けて大丈夫だったっていう報告もいただいています。かかりつけ医のない方、どうしたらいいでしょうか。まずは松宮局にご相談いただいている方、つながりのある方でしたら、素直にその気持ちを、かかりつけないんですけどどうしたらいいのっていうのを聞いていただいたら、その方に合ったアドバイスをしておりますので、お気軽にいつでもご相談ください。最後までご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録なんですけど、今年明けた時にこの2024年1月の時にはまだ800人到達していなかったんですけれども、この調子ですと今、撮影している日付は4月30日朝なんですが、もうすぐあと10名ほどで900人に届こうとしています。これからもこういったためになる健康情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録まだの方よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。終わります。